友人が生理が来ないから産婦人科に行く。一緒についてきてって言われたから付き添いで行った。結局、ホルモンバランスの乱れでってことで事なきを得たんだけど、その産婦人科に行った2日後に彼氏に呼び出された。指定された場所は彼氏の実家で、家族に紹介でもされるのかと思って小綺麗な格好で、当たり障りのない手土産を持って行った。出迎えたのは彼の母親で、私をゴミのような目で見てきた。この時点で、ん?と思ったけど、とりあえず手土産を渡そうとしたら、こんなもんで許しを請おうとしたってそうはいかないよ。と言われた。何のこっちゃわからん。奥に通されたら、彼の父と彼がいた。こんにちはと言うと、彼が、そんなことはいいから、さっさと、俺と両親に土下座しろよ。それが誠意ってもんだろ。と言われた。は?ってなってたら、彼がブチギレながらくどくど言ってきた。早口だから、全然聞き取れなかったが、要約すると、私が浮気して妊娠したらしい。俺は、ちゃんと否認してたからありえない。先日、母親が産婦人科で見たから、間違いないと。そんな尻軽だと思わなかったと。慰謝料払え。とのこと。まず、彼とは、まだ付き合いが浅く、婚約などしていない。なぜ、会ったこともない母親が、私の顔を知っていると尋ねたら、常々、私の写真を見せていたらしい。マザコンキモと思った。私は友人の付き添いで行っただけで妊娠などしていないと言ったら、彼はずっとうるせえ尻軽黙れと聞く耳持たず。そこに彼の母親が、往生際が悪いわね、素直に認めなさい。本当はこんなはしたない娘は欲しくないし、我が家の嫁にふさわしくないけど、あなたは手に職を持っているお仕事らしいし、しょうがないから彼をちゃんと結婚させてあげます。その代わり、ここに同居して、生涯私たち夫婦と彼をちゃんの面倒をしっかり見るのよと。もう、こんな頭おかしい人本当にいるんだと思ったね。でも、ふと思ったことがあった。大変失礼しました。私は、はしたない娘で、この家の嫁にはふさわしくないと思いますので、ここで彼をさんとは別れさせてもらいます。ところで、お母様は、どうして産婦人科なんかにいらっしゃったのですかね?では、失礼します。と言うと、母親が、みたいな顔をしてたよ。父親も、確かに、お前なんで、そんなとこにいたんだよとか言ってたけど、そそくさと出てきたから知らない。彼をも呆然としてて、私を追いかけても来なかった。忘れた頃に、すっかり、根回し済みの友達からまた聞きした話で、彼の母親は、不倫相手の子供を降ろすために、あの場所にいたらしい。あの日は、手術の日程を決めるために行ってたんだって。しかも、その不倫相手は、結婚前からの付き合いらしく、彼をも、その不倫相手の子供かもしれないらしく、絶賛修羅場中らしい。お前のせいで家族が崩壊した。どうしてくれるって、彼をが、私に連絡を取りたがっているらしいけど、知らない。産婦人科なんて、別に妊娠以外で行くこともあるから、もしかしたら違ったかもしれないのに、まさか本当に妊娠してたとはね。当てずっぽうで言ってよかった。ざまあみろ。そんな私は、今、いい感じの人がいるから、頑張ってデートしたりしている。